県警は新たに警察官3人と留置人2人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。県警によりますと、静岡中央警察署に勤務する留置管理課の20代の男性巡査長と20代の男性巡査部長、署内の留置人1人の合わせて3人の感染が新たに分かりました。おととい発表された留置人の50代の男の感染を受け、 留置管理課のすべての職員に対し PCR 検査をしたところ感染が判明したということですこのほか島田警察署でも刑務課の40代の男性と署の留置人一人の感染が判明しました静岡中央署の職員だと接触があったかどうかは調査中だということです静岡中央署では現在51人が自宅待機となっています